スポーツ魂。レッツゴよ。兄がやっていたんで、本当遊び感覚でついていって、で楽しかったから、まあ、そのまま始めたっていう感覚なんですけど。練習参加をさせていただいたときに、このチームの雰囲気だったり環境もそうですし、何よりそのサッカーのレベルの高さっていうのがすごい自分にとっては魅力的で、ここでサッカーしたいなっていうところがあって、チーム全体として、もっと上手くなりたいとか、もっと強くなりたいっていうところの延長線上に、まあ、やっぱり勝ちっていうのがあると思ってるんで、チームとしてもっともっと強くなりたい、もっともっと勝ちを重ねたいっていうところが一人一人持ってるっていうのが一番大きい要因かなっていうふうに思ってます。今日雨で大変ですけど、ご協力よろしくお願いします。本田の FC としてはパスサッカーを今主にやっております。このパスをして相手を崩して得点を入れるというのがやっぱり醍醐味なんですね。潰し合いというのかな、しのぎはいかに自分たちのペースに持っていくかというのをまた見てもらうと面白いんではないかと思います。チームの目標である天皇杯、今年も J1 のチームに負けてしまったので、まずはそこに勝って少しでも、勝ち上がっていけるようにしたいと思ってます。宮古田を満員にしたいですね。